ちは、社会保険労務士中島ひろみです。不足している40代社員とはというお話をしたいと思います。採用数が少なかった時代の影響が出ています。近年ある大手企業の幹部が40代前半の社員が少ないとコメントしたことが話題になっていました。40代前半層とは就職氷河期世代に該当します。採用が極端に少ない時期で、2018年の新卒求人倍率が1078倍なのに対し、氷河期の底にあった2000年は 0.99 倍だったそうです。その影響が今も引き続いているということです。企業が求める40代とはどういう人でしょうか。氷河期世代は採用人数が少ないため出世もしやすいのではないかと思われるかもしれませんが、企業の求める40代は例えば20代で経験を積んでリーダー職や係長職を経て、30代後半では課長、40代では部長、上級職ポストなどを担える人材であり、氷河期世代の40代は採用の対象になりにくいと言われています。では賃金面はどうなんでしょうか。政府が主要産業に雇用される労働者について賃金を調査する賃金構造基本統計調査、それで就業形態と職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数などの実態を明らかにすることを目的としていて、毎年6月に発表されるんですけれども、それによると2018年の時は2015年から2017年の比較では全年齢平均は31万円から 31.9 万円と増加しているんですが、40歳から44歳および45歳から49歳の年長者では5年前の水準に比べてむしろ減少しているんですね。また常用労働者数100人以上の部長課長級の役職比率を見ても5年前より昇給が遅くなっています。部長級課長級の人数は比率が低下している中でもむしろ賃金は増加しているんですが、なかなかこの辺りでは増加につながっていないと、賃金の増加にはつながっていないという状況が見えます。役職者の増加は45歳以上の課長級が中心であることから、上級ポストが開かないということも多く発生しているとも考えられます。生涯平社員で終わるという社員も多いかもしれません。労働人口を支える40代社員への対応ということで、バブル期に入社世代にあたる40代後半の団塊ジュニアにあたる40代半ば、人数は多いそうです。企業が求める40代になっていない層、それからポスト待ちの層、モチベーションを持ち続けることができるでしょうか。その活躍を担っていただくにはフォロー、メンテナンス、そういうことが課題になるのではないでしょうか。今日はここまでです。